今日の目的は久々の車中泊ですんでね、今日は珍しく久しぶりにカーステイをね予約してみたんで、今日の目的はそのカーステイスポットでの車中泊です。いいですか？はい、はい、では夜ご飯をね買い出しにスーパーマーケット行ってみましょう。ランドロームマーケット、今日行くバンライフベースから一番近いスーパーマーケットです。何でも揃います。結構ね安かった。で向かい側には、ドラッグストア。いい感じの夕焼けですな、妻。はい、バンライフベースまであと数百メートルですね、夕方の5時です。いい感じの夕焼けの中、九十九里海岸を北へ向かっております。いや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 、通り過ぎてるわけが。ここだ。危ない危ない危ない。バンライフベース。よいしょ。これは取れない。到着しました。バンライフベース。よろしくお願いします。はじめまして。こんにちは。はじめまして。池部です。池さんって呼んでください。りょうです。りょうさん。はい。りょうさん、オーナーのりょうさんです。早速、お出迎え、よろしくお願いします。すごいいい場所。わー、りょうさんがいらっしゃらないときに見学だけ。そうですよね。そうなんですよ。彼女から来ました。すごいポジティブバイブスだったって言ってました、ね、バイブスがね、いきなり来てポジティブバイブス巻き散らしていった。いや、お会いできて嬉しいです。こちらこそ。今週はいないですか、お客さんは。いないです。あ、貸し切り。そうです、貸し切りですね。今日だ、普段はここにはいらっしゃらないですよね。いや、一応います。いるんですか？はい。常駐？常駐です。暮らし兼、バンライフステーション。ここがですね、バンライフベース九十九里ですね。片貝、まあ。特にサーフィンに都合いい感じですか？やはり。そうですね。やっぱり。海は、はい、歩いたら10分ぐらいかかるんですけど、はい、車だったら2分で。2分に着きます。あっという間に。片貝のポイントですよね。そうです。はい。外シャワーはまだ生きてないですか？これは生きてますよ。ああ、そうなんですね。ドボドボって出るタイプなんですね。そうです。お湯も出ます。至れり尽くせりでございます。サーファーにとって。りょうさんは、はい、カーステイのメンバーに、そうです。なられると。はい。4月から本格的に働きます。なるほどね。まあ今日1日で、土曜日なんで、3日の月曜日から。出社。それカーステイ的なエイプリルフールだったりしない？大丈夫？向こうが向こうがね、カーステイがエイプリルフールで、そう、うっそーみたいな。ちょっとでもやめちゃったんで、それやられるときついです。きついですね、はい、まあその結果は3日月曜日に、はい、では早速、はい、お家ご案内よろしくお願いいたします。隣の晩ご飯。入り口がここで、はい、はい、玄関はね、はい、これ鍵がダイヤル式になってるんで。なるほど。僕いない時とか番号をお伝えして、はい、それで開けてもらってます。 IoT です。あ、はい、まあ、なんですが、あえてこちらからお見せいたします。ここテラスと、中がつながってもですね、広い。なんと素敵な空間が、エモいです。いいですね。カウンターバーになってます。夜は飲めるんですね、こちらで。はい。ありがとうございます。じゃあご紹介いただきます。お邪魔しまーす。ここで靴を脱いで。はい。で、最初です。まあ、この辺は、ちょっと自分で作った T シャツとかを置いてます。なるほど。グッズ販売をされていると。はい。インスタグラム、ツイッター、そして YouTube もね、やられてますので、はい、ぜひフォローミー。お支払いは、こちら。PayPay の QR と、はい、あとはまあ電子マネーとかカードも。すごいいっぱいある。一応使います。なるほど。もはい、もうキャッシュレスですね、キャッシュレス。キャッシュはここにお願いします。あ、なんと、すぐ持ってかれそうな感じですけど。悪い人来ない。これが来ます。いいお客さんしか来ない。まあ一応、バンライフ系の本とかも置きます。なるほどね。はい。ゆっくり夜読んでいただけると。はい。カーネルとか。なるほど。はい。完全に媚び売ってる感じで。媚び売ってるのバレました。バレましたね。女子になりたい。なりたいね。わかります。で、こちらのリビングスペース。はい、そこが共有スペースで、はい、まあ、椅子は8個なんですけど、
まあ、最大で20人ぐらいまでは入ったことがありますね。パーティーできますね。はい。一応まあ、はい、さっきのカバードポーチのところが、はい、こういう感じで窓全開にすると伝わってる感じになるんで、うんうん、まあ、ここにグワーって入る感じです。ここが繋がると突然広く空間が。かっちゃんは？やっほー。こんにちは。こんにちは。あおいです。あおいくん。ここのキッチンも使わせていただけるんですか？そうです。基本的にもうこの建物の中のやつは全部使ってくださいっていう感じです。はい、なるほど。じゃあここでクッキングもできる簡単な調理器具なんかも揃ってるんでしょうか？ティファールがあります。ほう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 。はい。じゃあもう完璧に調理ができるとここで。できます。炊飯器もある。もちろんね、冷蔵庫も、はい。冷蔵庫もじゃあ共用冷蔵庫ということで。ステイしてる間は。はい。ということですんでね、妻。はい。ちゃんとした料理ができます。できるね。うん。うん、さっき言ったスーパーで食材を買って、ここで調理すると。もちろん外でもバーベキューも。バーベキューもできます。はい、なるほど。そら素敵だわ、これ。この広さ。貸し切りでパーティーもできるんですか？そうすると。大丈夫です。もっと。はい。はい、レーブができます。あとは、はい、水回り。水回り、はい。ここが、洗面と洗濯機があります。洗濯機も使っていいんですか？洗濯機も使ってくださいって感じです。太っ腹、すごい。しかもおしゃれな洗面所。おしゃれ。あらら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 。ほら、やっぱりパンライファーってね、だいたい1枚のパンツ3日履くからさ。そうだね、ちょっと臭めだからね。長期パンライフしてる方は洗濯もできるということなんで、非常にありがたい。乾燥機付きです。別料金ですか？あ、一応同一金額で。あ、の中で受けられるサービス。はい、良心的。良心的、はい。儲ける気がない。あんまないですね。あ、いい人に映ってます。で、そちらが？ここ、お風呂と脱衣所です。はい。シャワーだけで、はい、お願いします。これホルマリン漬けの洗うときに使う用の湯船なので、はい、バスタブなので入浴のためではない入浴のためではないね。くれぐれも気をつけてくださいね。はい。で、こちらのシャワールームでシャワーだけ使わせていただけるということです。あとはトイレが。オープンザトイレット。ホテルのトイレみたい。エモいね。エモいね。うん。ちょ、照明とかがね、トイレらしからぬ。ちょっと長居しちゃいそうだね。ついついね、スマホいじってね。いつも通りやないか、ね。家でもそう。そうです、トライアもあります。どうしたの急に。なんか、ちょっとした、ペンションに泊まりに来たような、錯覚すらしてしまいそう。でも寝るところは車です。バンライフ、ベースでございますよ。いかがですか、葵さん。いいね。いいよね。この建物すごい良くない？このお家。今日はここで、バーベキューやりましょうか。なんか言わんかい。今ここは収容台数はマックス何台ですか？外部電源が4つあるんで、はい、そこのまあ四隅に4台止めていただくみたいな想定ですけど、はい、最大で6、7台は止まったことありますね。なるほど。それじゃあ今夜はね、テネパーマファミリー利用させていただきます。どうぞよろしくお願いします。お願いします。初番台です。お世話になります。お世話になります。うまい。このテラスからの眺めいいね。キッチンがあるってどうですか、妻？もう家よりもいいかもしれない。うちより使い勝手がいい。学生生としてね。非常にね、広くて綺麗で、今日車中泊に来ましたっていう感じじゃないもんね、まるで。やっぱステーションっていいね。いやー、いい空間。全然車中泊に来た感じがしない。焼けました。まずはとちおの油揚げいってみましょう。まず1個目、いただきます。うまい。いつものさ、油揚げと違う？向こうのお本当の老舗の豆腐屋さんのやつだから。違うんだ。アボカドサラダいただきましょうか。もう一個食べていい？いいよ。こりゃ。どうよ。うまい。だよね。てん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 。食べる？よし。
まあでも確かにパースデーのメンバーってさ、すごいこうアグレッシブだし、なんかこう、はい、すごい未来に対して希望があって、はい、若い力がなんかこう、私もこうちょっと一緒にいるだけでパワーをもらえるじゃないですか。そうですよね。まあ、同世代とかも結構同じ感じで、うん、結構ボンボンとしたこのままでいいのかなみたいなのを抱えながらやってる感じなんですよ。でも、まあ、給料それなりにいいんで、全然クビにされることもないですし、人生って冒険をやめたところからワンピースは終わるんだよ。こんな絶好調なシャチハクスポットあったでしょうか。今夜の寝床ですね。二段ベッドがありますので、上段には息子が寝る予定です。はい、小鳥さん、久しぶりだね、ハイエースの車中泊。楽しみ。靴下、青上なの？青上だよ。青、その代わり毛布一人で貸し切りだから。寝るときは上だよ。 OK。 今はね、うん、いいよ。そこで寝るなよ。寝ないよ。寝るね。そういう職ってあるんですか。小鳥のお股に向かって頭をブキッ。あー、父ちゃんにしろよ。快適ですね。久しぶりのハイエース車中泊。グナイ。バイバイ。アオイ、グナイ。グナイ。はい、そういうわけで、今夜もね、寝ようと思いますけども、アオイさん、二段ベッドに行ってもらっていいですか。やだ。狭いですからね。やだ。もう、やだじゃねえんだよ。トラブル発生。寒いです。狭いです。いや、最高にいいです、ここ。バンライフベース。絶対、ここを使った方がいいです。間違いない。天然パーマ。おはようございます。朝です。ワンライフベースの朝を迎えました。はい、葵さん、おはようございます。寝てる人がまだ約1名いますんでね、起きて準備しましょう。さあ、今日はね、海入りますんでね、サクッと準備しましょう。よし。何を作ってるんですか、母ちゃん。ホットサンド。すごくいい雰囲気でした。いい雰囲気っていうかね、すごく快適に過ごさせてもらいました。とても車中泊をしに来たことすら忘れてしまうぐらい。というわけで、今回お世話になったのはバンライフベース九十九里、そしてリオさんでした。ありがとうございました。ではまた。またね、バイライフベース。最高の車中泊スポットでしたね。ねえ、快適、うん、かつてない快適さ、かつてない、過去にない快適さだったよね。車中泊とは思えない。車中泊した記憶がない。ぜひまた利用したいですね。テーネパーマ、おすすめのバンライフスポットでした。サーファーの方、それから、子連れ車中泊の方にはね、もう最高に快適に過ごしてもらえると思いますので、ぜひ。Dude, that father is 10 and permed!